スイリア先輩。ん？水野くん。どうしてここに？どうして？こんな素敵な場所を訪れるのに理由が必要か？確かに。ここへはよく来るんですか？時折な。気持ちが落ち着いて元気が出るんだ。同じです。俺もこの国に来たばかりの頃ここを見つけて。なるほど、残念だな。え？もしかしたら私たちはもっと早く出会えていたかもしれない。そうすれば我々の関係も今とは違っていただろう。あるいは今頃水野は私のベグライターとして。いや、ここは我々にとって特別な場所だ。無粋な話はやめておこう。食べないか？クッキーだ。せっかくですが。私が焼いたものだ。毒なんて入っていないぞ。先輩が？私だってクッキーくらい焼けるさ。いただきます。冷たい手をしているな。冷たい手をしているものは逆に心が温かいという。水野は温かい心を持っているのだな。うまい。そうか、お茶も用意できればよかったのだが。そこまでは。ああ、先日のお茶会ではごちそうになりました。楽しんでもらえたのかな？はい、熊のぬいぐるみには驚きましたが。私には似合わないと？そんな、とても似合ってると思います。素直に受け取っておくよ。ありがとう。水野はセオドア・ルーズベルトを知っているか？ルーズベルト？大統領ですか？そうだ。第26代アメリカ合衆国大統領。ある時ルーズベルトは熊狩りに行ったが、一頭も仕留めることができなかった。そこで同行していたハンターがルーズベルトのために傷を負った熊を用意して仕留めさせようとした。だがルーズベルトは、瀕死の熊を撃つのはスポーツマン精神に基る。それ以来熊のぬいぐるみはルーズベルト大統領の愛称テディからテディベアと呼ばれるようになったんだ。私が熊のぬいぐるみが好きなのは可愛くてふわふわのモコモコだということもあるが、スポーツマン精神の象徴だからでもある。私も騎士としてかくありたい。思わず熱く語ってしまったな。水野、今の話は私たちだけの秘密だぞ。あ、はい。そうだ、お好み焼き。ん？お茶会のお礼にそのうちご馳走します。そうか、楽しみにしている。約束だぞ。